ビューティフル、なんて美しいんだ。君もそうは思わないかい？この文句のつけようのないフォルム、しなやかで柔らかく、手触り抜群で完璧以外の言葉がない毛並み、そして何よりも僕のことを愛し常に僕に寄り添うこの従順な姿、エレガント。なんと、ここまで話しても何の話かわからないというのかい？そもそも君は誰だっけ？いやはや失礼。僕はこの子たち以外にほとんど興味がないものでね。僕の名はピエトロ。そしてこちらが僕の愛するカトリーヌさ。君、あまり見ない顔だね。なら、ぜひ説明させてもらえないだろうか。僕の愛するこの子のことを、サモナーのことを。サモナーとは、つい最近にアークスに設立された新たなクラス、新たな選択肢のことさ。最大の特徴は、この子たち。サモナーは、自分の愛する子を連れて、戦地へと赴くのだよ。みんなはペットと呼ぶが、僕にとってこの子たちは愛すべき子、何にも代えがたい愛おしき子供さ。サモナー用の武装タクトの導くままに、華麗に美しく殲滅のハーモニーを奏でる、それがサモナーというクラス。どうだい、わかっただろう。そして君もやってみたくなっただろう。そんな遠慮することはない。どんどんサモナーやってみるといい。この子たちを抱く幸せをみんなで分かち合うために、僕はこのクラスを設立したんだからね。カトリーヌ、このやんちゃさんめ。わかったわかった。それじゃあそろそろカフェにでも行こうか。それでは僕はこれで、良いサモナーライフを楽しんでくれたまえ。こらこら、カトリーヌ、そんな焦らなくても餌は逃げないよ。痛い痛い、噛むな噛むな、こいつ。がましいので、寄せられた苦情の数では伝説になったな。佐賀さんがあまり宣伝広報してくれないからです。何よりもまずは覚えてもらうことが重要なんですからね。まったく。でもでも、あなた様の協力もあって、バウンサーというクラスは普遍的な広まりを見せてくれましたわ。お前の活躍に憧れて、襟好みせずに様々なクラスや武装に触れてみようというアークスが増加したそうだ。バウンサーだけでなく、アークスの多様性を支えているのはお前の活躍にある。それと、カトリが無駄にお前も使っていたとよくわからない宣伝をしていたせいもあるな。
嘘はついてませんよ。私嘘はつきません。使ってなくても知ってはいたはずですし、それに今使っていないとしてもこれから使えるようになっていっていただければ全部本当になるわけですから。まあ戦い方に多様性があった方がいかなる事態にも対応しやすいのは事実だ。そしてそれを体得した人材が多いほど対処しやすくなるのもまた事実。新たな問題が発生しているのは聞いている。私たちの力が必要ならばいつでも呼べ。佐賀さんのおっしゃる通りです。成長した私の力はあなた様のために。話してみてわかる通り、カトリは大して変わっていないので迷惑をかけると思うが、よろしく頼むぞ。サガさんひどい。あなた様もさらっとうなずかないでください。ということで、続きましてアークス総司令からの大切なお願いです。こちらをご覧ください。お久しぶり。私のことを覚えてる？ブルクだよ。あれよあれよと総司令にされちゃいました。記憶が曖昧になってるかもって話だから、本当は直接会いたかったんだけど、シャオ君にいろいろ押し付けられて忙しくてさ、声だけになっちゃってごめん。きちんと会うのはまた今度ね。まあ積もる話はさておいて、ちょっとあなたにお願いしたいことがあるの。最近正規のアークスとは思えない出自不明のアークスがちらほら現れてるんだ。情報部に調べてもらってるんだけど、カスラがさ報告ちゃんとしてこなくて、なんか隠してる感じなんだよね。そこであなたにも別口で調査をお願いしたいの。怪しいアークスの目星はついてる。ちょっとの間付きっきりで監視してみてくれないかな。起き抜けでこんなこと頼んじゃって悪いけど、あなたが動くのであればカスラだって文句言えないし、よろしくお願い。以上ウルク総司令からの連絡でした。なるほど、総司令があなたに声をかけたのはそういう理由だったんですね。納得です。ウルク総司令、シャオから指示系統を引き継いでとっても大変そうにしていましたからね。私からもお願いしたい感じです。では早速出撃の準備をしましょう。準備ができたら私に話しかけてください。あとですね、アークスの組織体系なんかも結構様変わりしてるんですよ。興味がありましたらいつでも私に聞いてくださいね。アークス各位へ緊急連絡。惑星ディリーパの採掘基地周辺に多数のダーカンが集結しつつあります。防衛戦に備えてください。それじゃ簡単に説明させてもらいますね。あなたが治療されてる間にアークスの組織体系は
抜本的に見直されたんです。まず総司令、アークスの一番偉い人がウルクさんです。司令補佐にテオドールさん、六坊の皆さんは肩書きを残しつつ各部の司令になりました。戦闘部の司令がヒューイさん、次席に三代目のクラリス・クレイスさん、総務部の司令がマリアさん、次席にサラさん、共同部の司令がレギアスさん、次席にゼノさん、そしてそしてたびたび問題となる情報部の司令がカスラさんですね。アークス全体の方針決定については各部の長と総司令が会議を行って決めているんです。記者
ャオは私たちシップ管理者を作り出した後、演算に集中するためにマザーシップに戻りました。そう、私たちはシャオの代わりにシップを管理する存在なんです。実はすっごいんですよ、私。生まれてからまだ2年ぐらいですけど、心も体も最初から大人です。えっへん。ちなみに人格形成には総司令であるウルクさんを参考にしたとシャオは言っていました。あとあと、アークス内にはもう一つ特別な肩書きがあります。それはガーディアンです。特定の部署に所属することなく、自分の意思で行動を決めていい、アークスで唯一の存在。それがガーディアン。あなたとマトイさんなんです。そしてそして、私はそのガーディアンである、あなた専属のオペレーターでもあるんですよ。以上、説明おしまいです。今後ともよろしくお願いしますね。